ヤンピピです。ご視聴いただきありがとうございます。アイランドホッピング続きからやっていきたいと思います。天気が悪くなってきたね。前の嵐のせいでここで船が難破した時のこと覚えてる？ハリソン。俺は覚えてるよ。船は難破させることなんて滅多にないことだからな。でもこの穏やかな雨で一休みしてもいいだろ？雨降ってきた。雨降ってくるとかあるんやね、こんなこと。雨降ってきたらなんかなるんかな。まあ、とりあえず難破船のとこ行ってきたいと思います。え、これやりかけやったの。行っちゃおうかな。鍵がかかってる。呪われた船まであともう少しだし、鍵がかかっていても不思議じゃないわね。不思議じゃないわねって、じゃない。だから、これね、エミリーと混ざってる？このバイブを回してみましょう。バルブを回してみましょう。運が良ければこのメカニズムを解明できるわ。これね。はい。見て、タイルが回ったよ。門の絵と似てない？ちょっと角度がおかしいと思うけど。え、どの絵よ。これはパズルかも。柱のバルブで制御されてるのね。どういうこと？なるほど。これね、真ん中のこのやつが周りあるね。ここやね。じゃあ、あとこっち。おめでとうございます。パズル完成。道が開けた。貝みたいな光やろ。やったー、見て、何あれ。よくわからないけど嫌な予感だよ。精霊が僕たちをおびき寄せようとしてる気がする。行ってみる？ウサー取って、いいも。体力使うんやね。真珠こんなにたくさん、真珠やったんや。真珠あるんや、こんなとこに。どうしたの？あ、なんか船の中におるよ。僕らが精霊を殺らせたんだよ。僕らはよく宝物を奪おうとした。好きな竹を食って、私は危険から逃げ隠れするためにここに来たんじゃないもの。強気やんねん。この宝物があれば、あなたの部族を貧困から救うことができる。あなたが取らないなら、私が部族のために取るわ。よっしゃ、取ろうぜ、取ろうぜ。トグの食べに取ろうぜ、いっぱい。キツネちゃん、ちょっとね。キツネちゃん、ちょっと。また宝物見つけたの？高い水石スキルがあるのね。よしや。ここにもあるよ、宝箱。行っちゃおう。結構体力使うんやね。よっしゃ。おめでとうございます。探索者の報酬を習得した。まあ、これじゃ船にたどり着けないわ。島民がここに来ることを恐れているからって、中の財宝を全部見逃すことになるのは嫌だわ。古い灯台がまだ使えるかも。残骸と船を調べてちょっと考えよう。残骸と船を。ちょっと考えよう。え？待って、どうやって行くのよ、灯台。あ、上へ行かなあかんのか。あ、上へ行く前に、ちょっと、
この宝物も気になるな。カエル鳴きやるよ。金属製の鍛冶みたい。かなり古い。船の操縦に使われてたわけではないようね。置物かメカニズムの一部ね。メカニズムって結構出てくるんやよね。どうしてこんなところにあるんだろう。そんなん知りませんけどね。そこに船あるから。どうしてお題行ってみろ。階段壊れたんじゃん、これ。ほら。直したんや。ああ、この階段というか崩れかけた段を登るのはまずそうね。建築のことを少し学んでおいてよかった。ここで何かできるかしら。何できる？足らんね。で、一回戻ります、村へ。雨降りやろ、ここ。ほら、大雨。これ。あ、足りなかった。できる。よっしゃ。船の墓場行きます。あったん取り忘れたったっけ？いやいや、それしてないで。なんか落ちてないかなーと思って見ただけ。よいしょ、行きます。よいしょ。すごいね、こんなん。一気にやで。またメカニズム。古代人がどんな人たちだったかわからないけど、なかなか物理学が得意だったみたいね。言われる。このパズルは電気の流れを調整してるみたい。前にもこういうのあったから問題なく解けそう。さて、シュートがスロットに繋がるべきなのにバラバラになってるわ。ね。わ、ねーって言う。おーい。これか？シュートが。取れちゃうの？あ、どうか、どうにかして動かすの？あ、はい、わかりました。パズルね。道を作るわけね。どう見てもちゃうね。また難しいな。これや。よっしゃ。おめでとうございます。お見事、方向が選択された。よし、今度はタイルをスロットに移動する必要があるわね。はーい。いや、そこやったら、いける？あれ？聞こえる？精霊が怒ってる。やめてお願いだから。ただの彼じゃない。兄のことを精霊に尋ねられるようにあなたを助けないと。揺れる揺れる。あ、もう、変なこと言わないで。ちょっとこのすべての財。おほほほ。宝、ザザザザ、財宝。誰やねん。もうどっかいてくれ。ところちゃん。ワセイレイが僕を歓迎してくれた。さあ行こう。この場所の呪いを解く時が来た。僕じゃないって。頭に混ざったのよね。よいしょ。ね、大丈夫だから。風だから。これは何のためにあるのか。私の財宝どっか行け。いや、私の財宝どっか行け。ああ。あれは閉じ込められた。
怖くない。信じろ。君の勇気は愚かさって言われるものさ。君は間違ってる。なんて？僕を馬鹿にしているだろう。いいよ、わかった。出してあげるよ。貸しがあるからね。上からやね、また。君何回も助けられたるけどね。あ、精霊が僕を歓迎してくれた。さあ行こう。この場所の呪いを解く時が来た。あ、そうですか。この木壊すのに54も。あ、でもいるんやよね。よし、行こう。灯台のことはよく知らないけど、鏡の状態は良さそうね。その他ももっと近代化させて、船の穴を照らしてみましょう。船の穴を照らす。船の。ありゃ。うちいるじゃん。どこにあるん？めっちゃ遠いけど一気に来たね。よいしょ、進行可能。行こうやないか。よかった、板も立て。この船にどんな幽霊が潜んでるかなんて考えたくもない。でもここで諦めるわけにはいかない。ええ、絶対に諦めないわよ。この船には何か隠されているか突き止めて、村はあなたの部族に返すんだから。そうすれば私もシャーマンにジョナサのことを聞けるし。さて、光を照らしてみましょう。準備はいい？はい。まーた、何これ。どういうことこれまた。どういうこと？あ、こうね。いいんじゃない？もう星できてるじゃん。これでいけるんじゃん。よーし、いた。おめでとうございます。だいぶかかった。2枚の電図を通すことで、光線を強化した。おじゃ。そうなん。船を、襲え。あら、鳥ちゃん。で、イカシシ、シカザ財宝。ふふ、背伸びして恐ろしい海賊を真似しようとしてたのかしら。ははは、まさかこんな展開になるなんて、うちの部族には言わない方がいいな。しなるが仏。鳥や鳥。あ、引っかかった、あの子。どうしたんよ、急に飛んで。見て、かわいそうに。カーフに絡まってしまったわ。助けないと。助けに行きますよ。鍵もらっちゃった。そなたらは困難を克服し、勇気を示し、優しさを示した。そなたの部族は偉大なる精霊によって、運命づけられている通りに再び繁栄するであろう。どっからシャーマンおるんねん。どこにシャーマン、あ、後ろにおるわ。気づかんかとはいつ来たん？ありがとうございます、シャーマン。この上ない幸せです。エミリーと彼女の質問はどうなりますか？偉大なる精霊にはわからないことはない。さあ、そなたの質問を言ってみるがいい。兄のジョダさんを探してるの。少し前にこの島に到着して以来、消息がわからなくて、精霊、あなたは、またはあなたが何か知らないかしら。なるほど。精霊にそなたの質問を伝えてやろう。どのような試練が用意されているかを精霊が教えてくれるであろう。とりあえず今はこれが何の鍵か考えるのだ。それはその鳥が古い船から運んできたもの。精霊はそなたにそれを授けることを望んでおられるのかもしれない。灯台は隠し場所を探すのにぴったりだと思うわ。あそこから探し始めるのはどうかしら。なんですか、なんですか。特別オファーいいですよ。
よいしょ。なんか宝箱。よーし、もろたで。あなたの言った通りだったわ。宝箱には金貨が入ってた。本当に勘が鋭いわね。勘ではない。偉大なる精霊の知恵、そして試練に関するヒントだ。黄金の泉の財宝を偉大なる精霊のお供え物として持っていけば、答えを得られるであろう。ふん。うん。たった一人の偉大なる精霊の贈り物としては多すぎないかしら。一つの質問、一つの答え、一つの試練、それが決まりである。現金に、あれしてあるんちゃうん。そこ行くのも。これはどこにあるのよね、おも。キラキラ。キラキラ。かわいいよ、鳥ちゃん。なんか、ここにあるでしょ。これ下ろ。開けて。宝箱や。わあ。この海岸で見たときはボロボロだと思ったけど、中がすごく普通だわ。お父さんの書斎にこういう船の模型があった。ボンバルダだったかな。じゃ、ここ掃除するんかい。船の中に入ろう。入ったで。よし。これ取る。鍵がかかっている。長いこと誰も船に乗ってないみたい。鍵は近くにあるはず。鍵は近くにあるはず。なんときもダイナマイトこったの。ないじゃん、鍵近くに。ここらへんか？鍵ないじゃん。ここじゃないんかな？ちょっと外へ出ちゃう？鍵は近くにあるはず。鍵は近くにあるはず。ここやったか。一回戻ります、農場へ。とりあえず、かぼちゃちゃん時間かかるから、やっといて。はい、とっか。見えんかったわ、そこにあるのが。戻ります。黄金の泉図言うたったわ。ここにドアあるの気づかんかった。また、なんか怪しいのいっぱいあるよ。正しかったみたいね。ここは商人の船だった。かなり成功していた商人。この、調子を開ける方法を考えなきゃ。いや、もう限界っすわ。こっち行きたいっすけど。あ、なんか開いたよ。いけるかな。見るんかい。最近のアプリは報告ばかりだったり課金しない。私が助けてほしい。おめでとうございます、報酬者。ありがとうございます、もらいましたわ。とりあえず進みますか。
動かせない台座にはまだ何か足りない。何が足らんねん。あ、金属製の置物は金属宝箱にあった台座みたいな。パズルの解き方は多分置物を見つけると宝箱が開くってことね。え、どういうこと？ちょっと難しいわ。どういうこと？いやいや、違うねん、違うねん。どういうこと？台座に置くものを見つけようやって。ああ、そういうことですか。こういきますわ。じゃあ、ダメだもん。もういっぱい補充してって。まあ、慌てない、慌てない。はい、今日はここまで。ご視聴いただき、ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。ヤンビビでした。バイビー。楽しいからね、すぐ体力減っちゃう。バイビー。